13です。はい、今日はですね、とてもというか興奮しております。ビッグニュースです。ビッグニュース、これもヤフーニュースに出るんちゃうかっていうぐらいビッグニュースです。出ますよ、これは。何があったんですか？興奮しすぎでしょ。そうだね、そうだね。嬉しすぎやろ。一番興奮してますね。いや、嬉しすぎやろ。めちゃくちゃ久しぶりやろ。そうですね。何があったかというと、ヒカルさんの動画で、まあ、宮迫さんがあの弁当を、はい、そうです、はい、作ってくれるんですね、はい、無理やり頼んでみたっていうなんか企画、音宮迫に言って企画やったんですけど、その話の動画の話の中で関西なんか焼き鳥の話が出てきて、関西やったら2つあると、はい、1個どこ？鳥貴族です。やっぱあの大手の、あ、まあまあまあ、まあ、そりゃね、ネームバリューはちゃいますから、もう一つがなんと、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 ゆとり、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 あ、ごめんなさい、ひどり屋という興奮しすぎっすね。ひどり屋という名前が出てきました。イエーイ、イエーイ。いや、久しぶりですよ、あのヒカルさんの動画に出てくるの。いや、そうですね、2年ぶりぐらいかな。いいですね、ほんまに覚えててくれたら。そう、そう、いや、嬉しかった、あれ、ほんまに。いや、まあ、ヒカルさんとマエスさんといえば、もうユッケが好きで、まあ、ちょうどあの生レバーがあって話やったけど、ヒドリアは安心安全を売ってますんで、はい、パクパクいきます。いつでも来てください。はい、はい、で、何とりあえず興奮したから動画を撮ってみたっていう、それを動画にしたくて、まあ、短すぎへんか。いや、ぜひね、コラボとかできたらすごく。いや、ほんまにそうっすね。いや、また来てほしいですね。いや、宮坂さんとマジで来てほしいです。ほんまに僕はあのヒカルさんの動画で2回目からコメント送ったの。あ、コメント送りました。あの関西に戻ってこられたらぜひ気取り屋に遊びに来てくださいと。はい、はい、もうその時はもう美味しい焼き鳥私が焼きますんで。おー、そうそうそう、あれで焼き鳥も実際焼いてみて、いや、ほんまに、うん、確かに、もしかしたらいいかもしれない。あ、確かにな、面白いよね、それ。専務と比べて、あー、確かに確かに確かに、それはちょっと面白い、めっちゃ面白いかもしれない。やってほしいですね。やってほしいな。でも宮迫おとん焼き鳥焼いてみた。確かに、お前やな、動画になりますよ、そういうのもありだな。はい、ぜひぜひお待ちしております。来られたみたいなね、はい、来てください。お願いします。はい、今日はこんな動画ですが、まあこの中になんか変化してるやつがいるんですか。誰ですか？なんかひげを生やしてるやつがいます。どうでもいい話なんですけど、ちょっとね、まあ、ほんまに小さいニュースなんですよ。そうそうそう、小さいっていうか、えっていう話なんですよ。いや、小さいニュースにするからね。ちょっとね、人事異動があって、ちょっと調子乗ってるやつ、ヒゲを生やし始めたやつがいます。頭をシルバーにしたやつがいます。いや、ほんまに無視でお願いします。このシルバーの髪の毛、髪型が似合ってると思ったらグッドボタンお願いします。ちゃうか。いや、まあそれはありだと思いますよ。いや、コメントください。はい、いや、まあ変化しないとね、やっぱずっと一緒やと面白くないんで。そうですね、イメージにしてしま、しました。はい、はい、そうですね。おとん、お待ちしてます。はい、ヒカルさん、お待ちしております。お待ちしてます。はい、今日は、はい、もう嬉しすぎて興奮して動画にしてみました。はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。ありがとうございました。お待ちしております。